画面の前の皆様こんにちは。変態サイコパス最高マイコプラズマの、ベルクラでございます。そんなわけでね、やっていきましょう。デッドバイデイライト。あのね、実は先日ツイッターの方でね、なんかこう好きなデッドバイデイライトの配信者のこう集計アンケートみたいなの取ったみたいと取られた方がいて、でそれでね、なんかこう私がね3位になったと。ありがとうございます。好きな配信者が、選ばれてました。いや、そんな企画やってたんですね。どうやらね、そのアンケートをもとにこう公式の方になんかこう提出して、こうなんか今後追加してほしい新殺人鬼の案みたいなのをね、こうなんだろう、公式の方に投げるみたいなことをなんかやられてるみたいですね。なんか楽しみですね。なんか各言うこのドクターも、中国の方でそういうアンケートを取った中で、まあ、選ばれた、ものらしいです。素晴らしいね。ユーザーの意見がなんかこう反映されていくっていうのはね、私もそのアンケートのやつって結構前に行われてたの全然知らなくって、いや、ありがたいです。本当にもう本当に投票してくださった方もね、ありがとうございます。投票できなかったよっていう方もね、いつもこのコメントでね、もらってるんで、みんなの愛のある言葉をな。じいちゃんよ、そっち行くか、どっち行くんだ。肩の治療に入りましょう。いや、私ね、そんな大きな声出せなかった。それで、つい元気になっちゃったよね。つい元気なおじいちゃんになっちゃったよね。こらこら、こら、電気治療のお時間だ。久々に電気治療だね、君たち。ほらよ。っていうね。私ね、思うんだけどね。お、何ね、右からなんかすんごい朝日、朝日が眩しい、朝日が眩しい。徹夜した後の朝にね、朝日を浴びると頭が痛くなるっていうか、顔面が痛くなる、あの感じでございますよ。電気治療だ。お腹を押さえてるけどね。お腹が痛いのかな？で最近は13日の金曜日ばっかり出て、13日の金曜日ばっかりやってて、で、まあ、発売したばっかりだからね。そっちの方の、いい絵が撮れないかなと思ってね。ちょいちょいプレイしてます。無茶やろ、それは。その無茶、やたらスローリーな感じで倒れてたな。なんだろうね。謎だね。謎展開だね。なのでね、ほんとね。いや、皆さんありがとうございます。なんか全部そこにひとまとめしちゃったけど、今。なんか何、どうやってまとめようが、なんか忘れちゃったけどさ。今感じがしてね。マイコプラズマになったせいはね、まあ、私がね、デッドバイデイライトで、マイコを使いすぎてるからじゃないのかと。あるね。それはある。マイコー様がね、好きすぎて、みたいな。ちょっと待って、今回ちょっと、なんか展開が早いな。久々なのに。どういうことだ、これ。あと一人、来てくるよね、これ。大丈夫かな。なんか、不穏な空気がするが。はて。マイコー様がね、使いすぎたのは良くなかった。だから今回はもうドクターを使ってるわけですよ。ドクターにちなんだなんか病気になりそうな気もするけどね、私もね、ドクター使いすぎてね。これ意外とこの、って喉に来るんですよ。これ助けに行かない感じ？マジっすか？終わるのこれで、このまま。ちょっと待って。中途それは寂しいぞ。人間というのはね、人という字はね、人と人とが折り重なって死体の山を築いていくっていうかね、だいぶ違った解釈になってきたけども、助け合わなきゃいけないわけですよ。あれ、人助けの精神とか、おっと、全く関係、入ってるんだよね。入って知ってるよ、そこ入ってるの。ん、ダメ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 、知ってる私。
ピザボーイかよ。何だったんだろう。よくわかんない。今回よくわかんないな。これちょっと待って、最速これ始まってどんぐらいよ。4分ぐらいしか出ないんじゃないの。ちょっと次につなぐか。でも映画の話もへったくれもねえぞこれ。なんだこのスピード感。まるで私が最近見に行ったワイルドスピードアイスブレイクみたいなスピード感がありましたね今のね。全く関係ないけどね、車も出てこないしアイスも出てこないしアイスのかけらも出てこないしね。まあ、アイスが美味しい季節になりましたけどね。さあそんなわけでメメントモリ緑を持ってまいりました。これでいつでも好きな時にいつ何時でも昼飯を食いながらでも人を殺せるし、うんこしながらでも人を殺せる、そしてテレビを見ながらでも人を殺せるし、うん、彼女とイチャイチャデートをしながらでも人を殺せる、いつ何時でも殺せるこのメメントモリを持って私ドクターサイコマイコプラズマベルクラがいきたいと思います。ちょっとね前回のやつで映画のご紹介ができなかったので、まあ、映画のご紹介をしたいなと。最近見ました、私ナイトクローラーというね、これホラー映画というよりはね、スリラーに近いのかな、クライム系のなんかスリラーに近いのかな、私主演の男性の、ね、ジェイク・ギレンホールっていうね大好きな、人がいて、その人がね狂気に満ちたパパラッチの役をやってるんです。取材のためなら特ダネのためなら何だってやってやるというやつなわけですけども、いわゆるね描写的にはねそこまで追求していない。君宝箱を漁るエースはまあ言ってみれば普通だけどね、やっぱギャンブラーとしては宝箱をね探したいんでしょうけど、中身いいものを拾いたいんでしょ、あの人は。いわゆるパパラッチが毒ダネを求めるために深夜徘徊するのと前に出るようなもんだな。でサイコパス描写みたいなのはないんだけど、まあ、いわゆるサイコパスなんですよ。だから人間を人間と思っていないんで、共感能力に著しく欠けてるで、一見やさ男、人当たりはいいみたいな、そして見た目もある程度イケメンっていう、なんかねこう異常犯罪に起きやすいそのサイコパスの、人の特徴みたいなのに結構当てはまるのね。そうだ、メメントモリするところだった、忘れてた、メメントモリだ、君はメメントしておこう、厄介なギャンブラーはきちんと制裁しておかんとな。あの中に入ってたアイテムをね使われても困るからね、持って帰られても尺だ。おい紫キャベツの信子じゃないか。おっ、たん前に来たこいつ。怖かろう怖かろう、ウルトラメメント森かもしれないと思って怖かろう、次は自分の番かもしれないって思って思わずちびっちゃうね。ほらよ、私は特ダネを追う、パパラチだーん。ってなりますよ、本当私もね。いや本当にね、その特ダネを追う目つきみたいなのが役にはまりすぎてるのか、狂気の目をしてるんですよ本当に。ああなりたい私もね。こう人を殺すためにこうやってゲームをね、人を殺すためにゲームって言ったらなんかおかしなことになってくるよ。人拷問しまくってますけどねゲームでね、そういう目つきで私きっとやってるんだと思う。おい、ここの板を全部使うがいい、全部使わせてやる。そして後半倒す板がなくなって困り果てた君の顔を見たい、肩に一発、これで右肩が健康になったな。自己治療はさせないよ、君に決めたんだもん。なんか足がなんだろうね今の、ある
私も手前にね倒してね、あれーみたいになったやつあるね。神回、神回のね、あのレースと、レース君と戯れたやつ、たくさんの方にご視聴していただいて10万再生近くもうすぐ行くやつがあるんですけどもね、2000以上の高評価をいただいてね、うん、それで私があれさっきのミスやりましたあるのよねあれね、強引に行く、こういう時はもう強引に行く、当てられてもいいっていう、そういう思いよ。まあ殺人鬼言うたら死にませんから私は。なんかさ、さっきから私のスカートみたいなのがまくれ上がっててさ、視界を邪魔する。ハゲ、ハゲは厄介だからな。お、もう行ってんの、やめて。メグちゃん災難と、いやいや、ゴロタイム久々やな、ゴロタイムな。ゴロタイム打ち打ったやつがいたみたいだね。しかし信子が持ってたね、おじいちゃんから譲り受けた一子相伝の技なんだろうね。そっち行く、こんにちは。おハゲあのハゲ、あのハゲなんか嫌な予感がする。うまい人はねギリギリまでいじるからね、ジェネーターを。やめいそれは無茶な話じゃ。なんか特別なアイテムでも持ってるんかい。おお、ハゲちゃんよ。もう行ってる、うん、なのでぜひねパパラチ系のねそういったスリラーを見たいという人は、ナイトクローラー見てみてはいかがでしょうか。主人公がね特ダネをねテレビ局に持ち込むんだけど、テレビ局にいる女の人、レネルッソっていう女優の人なんですけども、その人がねその特ダネで、ね、視聴率をなんとか保とうとするわけですよ。で価格交渉とかに応じるんだけど、しまいにはね主人公が体を求めてくるんだね。なんかその関係がエロいね、うん、なんかこうビジネスを超えた、そういう人間までもね要求してくるあたりの主人公の異常さね。しかしそれに応えてしまっちゃうっていうそのインモラルな感じもね、映画の中にあります。はい、まさに私のデッドバイデイライトじゃないか。インモラル、サイコパス、マイコプラズマ系ゲーム実況者みたいなね意味がわからない、全くもって意味がわからないなあハゲ、なあハゲと言われてもなしょうがないよな。いやこれ範囲に広げてあるから今回楽だね。ちょっとだけ広げてあるんだよね。ん？お、地下助け行ったか。いいじゃないか。ここ壊しときましょうか。はい。まあなのでね、あんまり声も私無茶しないような感じで喋りたいかなと思いますね。うん。また夜中に咳込みますから私が。昼間は大丈夫なんだけど。大丈夫だと思って、まあ、無茶するとまずいんでね、うん、でもせっかくさ、はい、せっかくバランス持ってないんかいあなた集計で3位取れたということでね、まあちょっとデッドバイ最近あんまり上げてなかったからそれも寂しいなと、せっかく選ばれたんだからっていうね、取らなきゃなっていう感じがするね。はいよ。さて淡々と拷問を繰り返しましょうか。ああ。最近光に敏感なんだよ。薬のせいかさ。うん、やめて。この紫キャベツとあのハゲのコンビやべえな。だけだよ、どんだけだよはい、やっぱね板を倒さないで、できるだけギリギリで板を倒さないでいくっていうやり方だよね。なんか私も生存者ずっとやってるから分かるよ。
当初は私生存者も全然やってなかったんだけど、今となってはもう3シーズン目殺人鬼も生存者もランク1をこう維持してきてますね。多分ねそれがたたったんだと思う、喉を痛めたのマイコプラズマンだから。デッドバイのやりすぎだと思うね。そっちに流れる、これは長続き、長丁場になるな、このシェイスは。ただね、やっぱ血の渇望というこの足が速くなってくれてるおかげで、異常に助かります。で、治療などさせんよ。こっからまた入りちゃう。全部板使わせちゃう。自己治療できるということは、狂気3段階目に行ってないということだな。ああ、ああ、なんだ、ガクククク。やめい、まったく手間を取らせよって。いい女ほど手間を取らせるもんだ。いい女ほど男は時間を使いたがるものさ。はい、これは先キャベツよ、畑へ旅立て。さて残り2人か。ハゲがやばそうだね。目面ともりする相手間違ったかな。いるな、いるな、いるな、ハゲいるな。まだそこ板残ってたか。だいぶ板ぶっ壊したはずなんだけど、まあ先に発電機壊しておきましょう。ほんとこの耐電能力で蹴るまでもない気がするんだけど、発電機壊すの。んいないか。今回ウィスパーは持ってないからね。ウィスパー頼りで索敵はできない。足跡もなんかこれ消えるのが早い気がするけど、もしかしてライトウェイとかだとしたらちょっと追跡が困難になってくるけど、血の渇望だ。ないなあ、ここいた、ないなあ、これないんだ。ここ、あのノブちゃんがね、ノブ子がめっちゃ使ってったのよここ。やってるね、仕事やってるね。やめい、ちょっと仕事中断してもらっていいですか。電気治療お時間です。やっぱ仕事やりすぎてると思うんだなあ。ちょっとは休まんと、ちょっとは休まんといかんよ。あ、おじちゃんが電気治療してあげる。オッケー。あとはね、非常口に逃げられないようにしましょう。そっちか。あ、もうおとなしいもんですわ。抵抗もしないもんね、メグちゃんね。かわいいね。よしよしよし。で、ハゲを、こっからハゲ捜索隊がこう出ないといけないな。幻覚で見えないかな。ハゲの幻覚が見えませんかね。いないね。あれ？ちょっと待って、この声の出し方ダメ。禁止。もう普通にね、普通に喋った方が一番楽なんですよ。当たり前なんですけどね、こう息を吐くように喋るのが今一番楽ですね。もう私に楽なようにやっていきますよ。うん、もういないじゃないか。これ見つけるの大変だぞ。あのハゲを、あのジェイソン・ステイサムを探すの大変だぞ。あ、いた、普通に近くにいた。じゃあ釣りしときましょうか。うん、待てよ。あ、いけるか、いけるか。そんなわけで、いつも応援のほどありがとうございます。13日の金曜日もね、同じぐらいな感じで上がると思います。楽しいです。13日の金曜日のデッドバイデライトも楽しいです。やっぱ私は生まれてこの方はやはりこういったかくれんぼが好きなんでしょう。幼稚園の頃もやってたよ私、かくれ鬼ごっこ。実は自分でルール決めてね、いろいろやってまして、小学校の頃もね、すごい私大好きでしたね、かくれ鬼ごっこね。まあ足速かったしね、見つかってもすんげえ勢いで逃げていくっていうね、その代わりスタミナが持たないっていう感じはしますけどね。そろそろデッドバイデイライトに、デブキャラが来てもいいんじゃないか。愛されるかどうかわからんけどね。
ミヤさんはどんな神殿、どんな殺人鬼が来てほしいと思ってますか。私ね、やっぱ前言ったようにピエロ系の殺人鬼でもいいんじゃないかなって思うね。怖いよね、なんか。うん、私はピエロっぽいの怖いんだよね。生存者はね、次あたり、男かなっていう気はするね。なんか若い男とかね。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に載っております。ベルカでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。